WWS チャンネルをご覧の皆様、加藤ミリアです。もう本当に一言で、あのメンバーとも最高だったねって、あのなんかこうねぎらい合えたライブだったなっていう感じで、お客様が本当に温かくて、最高でした。本当に何で呼ばれたんだろうって最初すごい思っていて、あのたまにこういうロックフェスに呼んでいただくことが あるんですけど、毎回思うのはやっぱりロックのファンの皆さんってめちゃくちゃ温かくて、あのライブ自体必ず毎回すごい盛り上がって、自分も熱くなって一つになったなって思うことばかりで、今回も本当にそのような感じで、声は出せないんですけど、でもみんな自分の体の全てで音を感じてくださって、それをこうお互い分かち合ったっていう感覚があって最高でした。そうですね、たまたま同じこの会場でライブさせてもらったばかりだったので、今日そのことも思い出したりしていたんですけど、まあ自分のワンマンとはこういった他のアーティストの方も出られるライブって全然雰囲気が違くて、今日私の時間は40分で、その40分の中で自分を見てもらうっていうので、また全然違うものとして、やらせてもらったんですけど、その時、1月に自分がやったライブと同じくらい今日盛り上がってます。思っていた以上に長い戦いだなっていう感じで、で私たちのようにやっぱりエンターテインメントの世界にいる人たちは、曲を作ってライブをするっていうのは自分たちの、その人生だったので、それが簡単にこう開催ライブすることができなかったり、一つ一つがすごく難しいなっていうのはまだまだ感じていて、ただでもこうやってちょっとずつライブができるようになってきているので、やっぱり諦めないことで、諦めずに安全にステージを立つ、ステージを作る準備をするっていうことはやっぱり大事だなって、諦めないことは大事にしてます。はい、加藤ミリアです。今日はサムライソニック、出演させていただけまして、すごい楽しかったです。また、今日ライブ会場に来てくださった皆さんにも実際に声を聞ける日が、来る日が来たらなってすごく思っていますし、まだまだ、大変な日々が続きますが、諦めずに、たくさん日々音楽を聴いて、たまにライブに行って、楽しい時間を過ごせたらなと思っています。今日は本当にどうもありがとうございました。